この日は海底資源の開発を目的とした海底センターの運転が開始される記念すべき日であった。嵐君、ちょっと見てごらんよ。いよいよ海の中に入るぞ。おお、綺麗だな。ですから、この基地と海底センターを結ぶパイプラインがこのセンターの生命線になるわけです。科学特捜隊の任務は、海底センターに初めてスイッチを入れる科学工団総裁と、そしてこの会場へ200人目に現れるゲストを案内することだったのである。皆さん、お静かに願います。次にこの会場に入ってこられます方が海底センターに招待される幸運な方でございます。200番目の方どうぞ。Wait. Don't hurry. お嬢様でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、かな。管制基地、管制基地、こちら S25。会長に航行中です。藤君、慎重の上にも慎重に頼むよ。キャップ、隊員を信頼していただきたいものですわ。さあ、ジェニー、映してごらん。はい。いろんな魚がいるでしょう。ね、ほら、あそこ。星野くん、ほら。大丈夫か、フィリオン。パイプラインに引っ掛けたんじゃないだろうな。しっかり頼むよ。はい。藤君、大丈夫か。申し訳ありません。もう大丈夫です。ちょっと貸して。藤君、頑張ってね。ジェニー、怖くない？うん、怖くない。勇気があるもん。へえ、偉いんだな。200メートルの推定というと水圧も相当なんだろうね、君。ええ、ですから非常に硬い特殊合金が使われているわけです。総裁、これがメインスイッチです。おお。いや、聞こえるかね。おめでとう、おめでとう。キャップ、では私、基地へ記者団を迎えに行ってきます。
星野君、総裁に施設を案内して差し上げなさい。はい。じゃあ。至急戻ってくれ。センターに異常が起こった。キャップ、パイプラインが破損してるんです。キャップ、聞こえませんか。藤君、村松君、パイプラインが我々の生命線だと言っておったね。そうです。直ちに管制基地へ引き上げましょう。村松だ。何？ハッチを閉めるんだ。ドックが破壊してしまったら我々は帰ることもできんじゃないか。キャップ。よし。キャップ、ドックが壊れたらもう船は入れないんでしょ？うん、そうだ。博士、これはどういうことです。おかしいよ、井出君。酸素の放出が多すぎるじゃないか。コントロールに間違いはないと思うんですが。パイプラインに事故があるかもしれない。向こうと連絡を取ってみたまえ。はい。キャップ。博士。藤君、どうしたんだ。藤君。博士、通信ができません。私の操縦ミスでパイプラインを破壊してしまったんです。何だって。家督隊本部、こちら早田。本部です。どうぞ。海底センターとの連絡が不能になった。そちらを中継して通信してくれ。了解。中継回路セットします。キャップ。村松だ。早田、新事態が発生してるんだ。ドックが何者かによって破壊されてしまった。ドックが破壊された？ S2条が出入りすることができなくなったんだ。キャップ、なんとか対策を考えます。頑張ってください。了解。吉村さん、緊急の時です。部屋の空気を汚さないようにしましょう。何じゃと。ここへはもう酸素も送られてこないんです。迎えに来てもらうこともできなくなったんです。この中に安全な場所はないのか。ありません。すべてパイプラインを通じてセンターの安全を図っていたんですが。私の責任です。藤君、反省は後でもできる。今はまず4人の命を救うことだ。はい。博士、海洋研究所から海底探検船到達号を呼びましょうか。到達号なら海底センターへ行くことができるかもしれない。大至急頼む。はい。しかし博士、問題はその先ですよ。毒が浸水してるとなると、到達号は現場行っても中の4人をどうやって収容するかですね。方法は一つだ。海底センターのどこかに穴を開けて、そこへ到達号の排水ハッチをくっつけるんだ。
なるほど。到達号の排水能力をフルに使えば、一旦流れ込んだ海水を押し出すことができますね。ちょっと待ってください。海底センターは特殊合金でできています。とても普通のバーナーじゃ穴なんか開けられませんよ博士。いやいや、どんな特殊合金だって。嵐か、力ずくじゃダメだよ、こういうことは。強力な妖怪機はないだろうか。よし、私にお任せください。おいおい、いで。分かっています。4人の命がかかっています。時は刻々と進み、事件発生以来1時間は経っていた。わしはやめた。こんなことで気が紛れるとでも思っているのか。吉村さん、ジェニー、トランプなんかで我々の命が助かるとでも思っているのか。ジェニー、もう我慢できん。吉村さん、吉村さん、ジェニー、ジェニーを頼むぞ。はい、ジェニー。吉村さん、死ぬつもりですか。吉村さん、こっから外へ出ようったって無理なことがわからないんです。水圧であんたもぺちゃんこですよ。どうせじっとしていても死ぬんだったら、やるだけやって死んだ方がマジだよ。おさん、この基地を建設した日本の科学を信頼してください。いやできたできた。博士、うん、はい、お待ちどうさまでした。キャップ、直ちにそちらへ救助に向かいます。ジェニー、ジェニー、キャップ、ジェニーが。それは何だね。酸素ボンブです。何、なぜこれを早く使わないのかとおっしゃるんでしょう。すぐ救助船が来ると言ったじゃないか。基地からここまで何分もかからんだろう。救助船が来てもここを脱出して浮上するにはこれが必要なんです。それを使い出したんだから、いよいよ君も科学に見切りをつけたと見えるね。総裁、このまま一人いたらジェニーは死んでしまいます。わしはどうなるんだね。これを加えて、ジェニー、ジェニー。キャップ、第一、第二、第三作戦室が浸水しました。何？さあ、早く。キャップ、ボンベが一つ足りません。さっき使ってしまったからな。キャップはどうするんですか。失敗を選ぶ。キャップ、いい解放するんだ。家督隊の名誉にかけてジェニーを頼むよ。キャップ、僕絶対ジェニーの手を離しません。藤君、私に行かせて。君、私に任せられない気持ちはわかるけど、家督隊員の責任を全うさせてほしいの。よし、こちら S25、 出発準備 OK。 こちらも OK だ。よし、出発だ。犯人だな。よし、
あいつは我々が引き受けた。救助を頼むぞ。君にもしものことがあったら4人は全滅するんだ。危ないと思ったら必ずここへ逃げてくるんだぜ。いいね。よし。大丈夫ですか？大丈夫だ。
人騒がせのやつだ。